はい、こんばんは、ぐっさんです。今回はドベコの動画です。前回のね、誕生日の動画から結構空いちゃったんですよね。申し訳ないです。で、ドベコの伸びてしまう爪を改善するためにとね、注文しておいたアイテムが手に入ったんで、まあ、前回の動画の後すぐショップから入荷したっていう連絡があったんですけどね、今回はね、それをセットします。あのね、コスプレハウスなんですけど、あれ以来一度もハウスに入ってるとこを見たことないんですよね。ただのオブジェになってます。あ、そういえばね、今日ね、ドベコがうちに来てちょうど1年になるんですよ。早いもので、で、生後2ヶ月でドベコがね、うちに来たんで、もう1年と2ヶ月か、14ヶ月生きてることになりますね。まあ、うちに来てちょうど1年ってことで、その記念品としてね、ドベコに新しいお家を贈呈しましょう。これね、素焼きの、なんだ、爪研ぎ砂火ハウス。砂浴びしながら爪研ぎ効果が得られるらしいです。ロボロフスキーでしょうか。かわいいっすね。これ中身こんなになってましたよちょっとちっちゃいかな。砂がこぼれないようになってるみたいです。この中でおしっこしそうで怖いっすよね。よし、じゃあ早速セットしましょうか。まず砂場は入れないで、ドベコね、餌だと思って出てきましたよ。おっす。したよっす俺入るんだよ。すげえ警戒してる周りの種で釣りましょうか。ほら、好きなんだろう。あれ、ひまわりの種だけ取っちゃいましたよ。入ってくれないっす。入った入った。おお、かわいいじゃないの。
これなんかいいな。ちょっと砂入れてみましょうか。砂砂ちょびっとだけ入れました。いや、なかなか入ってくれないですね。あおいっす、おいっす。あ、そうだ、最近ね、ペレットをね、これに変えたんですよ、これハムスターセレクションのプロ、これ2種類あるのかな、メンテナンス用と、あと成長期のハムスターに与えるやつ。このさ、袋の中にこれが入ってるんですよ。 150g を2袋かな。これマジックテープじゃなくてチャックがついてないんですよね。ちょっと不便ですよ、不便です。これですよ、これハムスターセレクションプロ。これね、結構高かったんですよね。で、あんまりお店に置いてなかったです。やっとこさ見つけましたよ。値段が1296円。で、気になるカロリーなんですけど、 100g あたりの代謝エネルギーが、325kcal。 これノンアルのハムスターセレクションって360だっけ80だっけ、どっちだかちょっと忘れちゃったんですけど、ちょっと低めになってます。高繊維質、低脂肪、低カロリ ー、成長期が終わったハムスターにいいのかな。おいっす、初ハムセレプロっすね。ドベコね、あのペレットっていうか、あの全然ね、好き嫌いがないんですよね。好きなものはあるけど嫌いなものがないって感じかな。出されたものはちゃんと食べます。偉いっしょ。ハムセレプロの他にもね、あの参考紹介のハムスタープラスのダイエットライトっていうね、低カロリーの餌があるらしいんですよ。まあ、見つけたらね、そっちも試してみます。いや、爪研ぎハウスさ、ちゃんと使ってくれるようになればいいんですけど、ドベコはね、僕が作ったハウスがお気に入りみたいだから、使ってくれるか心配ですね。まあ、爪研ぎハウスの効果はね、おいおいお伝えします。いや、いつの間にか夏ですよ。ちょっと前までね、ドベコは毛の色が薄かったんですけど、最近毛が生え変わってきたのかな、だいぶ毛の色が濃くなってきました。で、寒毛期でちょっとね、毛がボサボサ気味ですけど、我が家にやってきたばっかりの去年のこの時期のドベコもね、確か今みたいな毛の色をしていたと思います。次回は夏の温度対策などについてをお話しします。僕はね、すでにクーラーで温度管理をしてるんですけど、まあ、温度を管理する方法ってね、いろいろあるんで、これまで試してきたことなどをね、お話しします。今回はこんな感じかな。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。さようなら。